九条武子九条武子10月20日から1928年2月7日は、教育者、家人、後年には、社会運動活動家としても活動した。大谷武子、西本願寺、第21代保守、秋雪の次女として、京都で生まれる。義士、大谷和子裏方を助けて、仏教婦人会を創設し、1911年に和子が死去した際には、 本部長に就任、同会運営の重責を果たした。仏教主義に基づく京都女子専門学校を設立、1923年9月1日の関東大震災で、自身も被災するが一命を取り留め、全開した築地本願地の再建、震災による負傷者、孤児の救援活動など様々な事業を推進した。佐々木信綱に指示して若にもたけ、禁令。 君船などの歌集がある。愛称されている仏教参加の聖夜は1927年7月に出版された随筆無勇化の中に収められている。聖夜の作曲は中山新平で歌詞は75丁で構成され、夜空に輝く美しいスータの星のようにおわする仏たちに守られて生きていることの歓喜と安らぎが表現されている。 1928年2月7日、震災復興事業での奔走の無理が、たたり、敗血症を発症して、東京府豊玉郡仙長谷町原宿の病院において、42歳で、念仏のうちに往生した。法名は、元気よしん尺二教を照らし。収門では、武子の命日を、木更木記と呼んでいる。 九条武子と夫の両松室武子は、最色区見美としてもてはやされ、柳原美白蓮、絵木金金と共に、大正三美人と称された。私生活では1909年9月、公尺家出身で、賞金銀行勤務、男爵、九条義父に嫁いだ。義父は、左大臣であった九条道子の子で、武子の兄、光橋の妻である家族の実定にあたる。 この結婚は、西本願寺大谷家300年の歴史において、当家の女性が信徒でない者と結婚する初めての例となった。竹子は結婚した年の12月、天文学を学びたいという寮、松室の希望により3年間の予定で勤務先兼留学先に随行し、ロンドン郊外のバーンズの誉まれた柿竹子に、吉地が馴染めなかったからではないかと、夫婦不和の憶測もあったが、 タケコは離婚どころか浮いた言動一つ取らず、ヨシチの帰国をひたすら待ち続けた。1920年年末にヨシチが帰国し、東京、築地本願寺近くで夫婦同居。タケコ、ヨシチの間に来はなかったものの、関東大震災などを経て、タケコ自身の島で良き夫婦関係であったと伝えられている。実際にはタケコには幼馴染みで秘められた恋人がいたが、 表に出すことはなく、死ぬまで聖女としての姿を通した。二人の夫婦仲は、結婚間もなく、外遊に出発した時にはすでに口もきかない、間柄であり、別居中何度も竹子は、離婚を求めたが、実家の西本願寺が、対面からそれを許さず、吉地も英国滞在中に、イギリス女性との間に西を設けていたとも言われる。吉地は、 養老信託株式会社を起こすが、1922年に、為替手形3000円の支払い請求訴訟を起こされている。九条武子1912年に、武子が所属する西本願寺仏教婦人会連合本部が女子大学設立主意書を配布した。主意書では、まず、国運の発達は国民の開発によらざるべからずとして、教育の重要性を訴えている。 しかし、当時の教育は、男子に厚くして女子に薄くことなきマリアとして、女子の教育拡充を求めている。そのため、火星及び、国間文、歴史、外国語東京化をせつくるゆえん、教育設備の女子に薄くせざるの意を拡充し、努めて、常識の発達、趣味の養成特性の寛容を図り、女子の食分をつくさしめて、国体の成果を発揮せんと欲するにありとして、 女子大学の設立を呼びかけた。また、本願寺派の仏教者である竹子は、宗門の女子大学設立ということにこだわった。というのは、既存の女子大学である、同志社女子大学などの見学の精神が異教であったためである。2000年に竹子らが学校設立のために活動した金華殿が同大学内に復元された。ありがとうございます。